ジョン・ A ・マクラーナンド、ジョン・アレクサンダー・マクラーナンド、A、ジョン・アレクサンドル・マクラーナンド、1812年5月30日から1900年9月20日は、アメリカ合衆国の弁護士、政治家であり、南北戦争では、北軍の将軍だった。マクラーナンドは、ケンタッキー州、ブレッキンリッジ軍のハーディンスバーグ近くで生まれたが、まだ幼い頃に家族が、入りの移住。 ショーニータウンに移転した。その初期の生活と経歴は当時のイリノイ州の弁護士、エイブラハム・リンカーンとよく似ていた。大半は独学で法律を勉強し、1832年にイリノイ州の法廷弁護士として認められた。同じ年にブラックホーク戦争で志願兵として従軍したリンカーンは大尉として短期間従軍した。1835年。 マクラーアナンドは、ショーニータウンデモクラットが身を創設しこれを編集した。民主党員として1836年と1840年から1843年には、イリノイ州議会会議員、1843年から1851年と1859年から1861年には、イリノイ州選出アメリカ合衆国会議員を務めた。 アメリカ合衆国会議員の1期目には、ミルモット条項、メキシコから獲得した領土に奴隷制を持ち込まない提案に活発に反対したが、2期目には強い連邦主義者となり、1861年7月15日、南北戦争の開戦後には、金と人を連邦政府に担保する決議案を提案した。大げさな習字とアンドリュー・ジャクソンの原理に固執することで知られた。 その奴隷制廃止論者嫌いは地元有権者の支持を集め、その多くは彼と同様にもともとは奴隷所有州の生まれだった。1860年アメリカ合衆国会議長の選出で敗れた。彼に反対する議員の連行が奴隷制や合衆国を維持する重要性に関するマクラーナンドの中道的な見解に反対した。政治家としてのマクラーナンドは その被護者であるスティーブン・ダングラスに似て断固たる連邦主義民主党員のままだった。1850年妥協の議論の時は会員でダグラスの同盟者とつなぎ役を務め、後の1860年サウスカロライナ州チャールストンで開催され分裂した民主党全国大会ではダグラスの選挙マネージャーの一人を務めた。南北戦争が始まるとマクラーナンドは 会員議員を辞職し、イリノイ州でマクラーナンド旅団を立ち上げ、1861年5月17日には、志願兵の巡将に任官した。その将軍としての任官は、ブラックホーク戦争での短期間従軍に基づくのではなく、リンカーンが南部イリノイ州民主党との政治的な結びつきを維持したいという願望によっていた。1861年11月のミズーリ州。 ベルモントの戦いでは、ユリシーズ・グラントの下で副指揮官を務め、翌年2月のドネルソン砦の戦いでは、グラント軍の第一師団を率いた。この時、その師団は、側面が適切に障害物に接していなかったために、2月15日の南軍の九州で破れ、援軍を得るまでにほぼ2マイルも後退させられた。3月21日に、ドネルソンでの功績で、 志願兵の少将に昇進した。シャイローの戦いでは一戸師団を指揮したが、事実上ウィリアム・シャーマンの予備隊だった。その少将としての働きは政治的な捜査で染められ、その同僚たちにはかなり不満だった。マクラーナンドは東部戦線ではジョージ・マクレランの鋼鉄を求め、西部戦線ではグラントのやり方を批判した。1862年10月、マクラーナンドは イリノイ州知事リチャード・イエッツに政治的な影響力を使い、休暇を取得して、ワシントン DC とリンカーン大統領を訪れ、重大な独立した指揮官職を得ることを望んだ。アメリカ合衆国陸軍長官、エドウィン・スタントンは北部に行って、軍隊を組織し、ビックスバーグに対する遠征隊を率いる命令を出すことに同意した。1863年1月の初め、 ミリケンズベンドの戦いでミシシッピ川を下ることになっていた軍隊の指導者としてシャーマンの上に着いた。1月11日、アーカンソーポストを占領したが、この遠征はグラントや多くの歴史家たちがビックスバーグに対する方面作戦全体から横道にそれたものと考えたものだった。1月17日、グラントはアンドリュー・エイチ・フット提督やシャーマン将軍からマクラーナンドは 指揮官として不適であるという意見を聴取した後で、その軍隊とマクラーナンドの軍隊を統一し、自ら軍の指揮を取り、3日後には、マクラーナンドにミリケンズベンドまで戻るよう命令した。ビックスバーグ方面作戦の残り期間、マクラーナンドと同僚たちの間には、多くの摩擦があった。マクラーナンドは、グラントの失脚を格索し、グラントは、 作戦中に酒を飲んでいたという噂を新聞に流した。5月16日のチャンピオンヒルの戦いで、マクラーアナンドはわざと遅れたというのが、クラントの意見だったが、グラントはその政治的に強力なライバルを排除するに、たる命令不服従が、あからさまになるを待っていた。ビックスバーグの残酷戦に対して損失が多く、不成功に終わった攻撃、クラントが命じたの後で、 マクラーナンドはその軍団に嫌味の命令書を書きこれが新聞に掲載されたがそれは方面軍の命令書やグラントの命令書に反するものだった。マクラーナンドはビックスバーグが陥落する2週間前の6月18日に指揮官職を解任されエドワード・オード将軍にすげ替えられた。リンカーン大統領はイリノイ州の高波民主党員の指導者をなだめる重要性を考え 1864年、メキシコ湾方面軍の第13軍団の野戦指揮官に戻した。マクラーナンドは病気のためにその役割を遂行できず、1864年11月30日に除隊した。その古くからの友好的なライバルであった、リンカーンの葬儀では目立つ役割を演じた。マクラーナンドは1870年から1873年に、 イリノイ州のサンガモン地区判事を務め、1876年民主党全国大会では議長となった。最後の公職はユタジュン州を監督する連邦政府諮問委員会だった。軍隊からは除隊していたが、連邦議会での活動のゆえに軍人恩給を受け取ることができた。ジョン・マクラーナンドはイリノイ州スプリングフィールドで死に、 そこのオークリッチ墓地に埋葬されている。マクラーナンドの息子、エドワード・ジョン・マクラーナンドはインディアン戦争と後にフィリピンで著名となった。マクラーナンドの妻ラは北軍の将軍ジェームズ・ダンラップの娘だった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。